なんか見つけたんですよ。プールで。こんなのがあって。あるんですけど、これ、多分スライドパズルなんですが、スライドできなくて、この回路を作ればいいと思ったので、紙に書いて、やってみました。で、これじゃないかっていうのが一個できたので、ちょっと入れてみます。ダメだったら、ダメです。ダメだったらダメです。こう来て、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 下行って、こう来て、こう来て、こう来て、違う、こう来てから、こう、あ、行けた。行けたがな、あの、端っこ同士を組み合わせるパターンっていうのを当てていくと、ある程度、でっかいピースが作れるようになって、で、そこから、つながる先が例えば、どっちかしかないねっていう時、こっちだったらどうなる、こっちだったらどうなるみたいなことをやってたら、なんか、解けました。しかし、グレゴリーって誰？グレゴリーっていう人ってまだ名前出てきてないんだよな。なんか、解けた割にはそんなにいい内容ではなかったような気がする。では、ジグゾーの3、ラスボス集ですね。やってみましょう。さて、色が1、2、3、4色。で、壁が、そうだね、壁が。一番ややこしそうな壁は？左下の、これと、これのペアが結構えぐいかな。そのままパッとはいけないような感じ？そんなところから行く。エアコンがね、掃除を始めてしまった。エアコン切れよっていう感じなんですけど、エアコン切ると頭が沸騰するので無理です。これを取ったら裏側に回らないといけないんだけど、裏側はもう通れないね。通れない。そしたら、これが通れないってことは、こっからこういうところに行くっていうのも、ちょっと無理っぽいよねっていうことね。ここからこっち、もしくは真ん中を最初にやってしまう。真ん中を最初にやってしまってから、壁際でこっちに来て、こうのこう。そうすると次に行けそうなのは、やばいやつ行けるかな。やばいやつに行こうと思ったら、こう来てからのこう、接しない。はい。そこは裏から回って、あ、違うのよね。あれ？これ、これこの向きだと行かないか？この向きからだと、この向きからだとうまくいかない可能性があるので、あれ最後に引っ掛けるとして、真下から持ってってあげればいいから、先にこっちを片付けてからの、ここに来て、
真下から伸ばして持っていく。これでいけるね。いけないね。出れないね。出れないね。よし。この厄介なやつ片付けなくて、いや型はつけた方がいいんだよな。通る順番を逆にしてみたらうまくいかないか、同じ結論になるからうまくはいきませんね。そうか、これを着た後にこれをかけたいんだけど、そうすると残りの2つが遠いずら、上から下に来て、こっちからこっちからこういう向きだとこの子反応しないから、下に来て、やっぱり最後の姿が見えてないのかな、これは。見えてないのかなという感じがしますね。マジで通れない。通れないか。通れたらクリアだったな。引っ掛けらんない。ダメか。これをすると上が引っかかっちゃうから。こうやると真ん中の2位がやっぱり入らない。この1手目が間違っているとしよう。それ以外のところでいけそうなのは、こう取るとそこ通れないから、これはない。本当にない。外周を蹴る、あ、ないな。
こっちから行くとこうなる。そうすると上か下か選べて、こうやって来ると都合が悪いからね。この囲い方がまずい。まずいか、もしくは次につける色がまずい。次につける色がまずいんだとすると、次に行けるのがここしかなくなってしまう。けど、つける角度ではない。ダメだ。最初これではない。最初これでもない。最初これか、これ、こっちの床か、こっちの床が最初であるはず。こうすると通れるっけ。ここは通れるなら続行。これを埋めた後に行けるのがどれを行ってもいい。どれを行ってもいいが、しちゃうと、ここが通れないから、それをしちゃうといつもと同じになるから、ここはいけない。それを外側から回ってこれないのか。ここで
で回ると内側がくっついちゃうからない。ない。これでもない。こっちに行くと、そもそもついてない。これをこっちに回ることはない。ない。こっちからそっちに向かう方法だと、左か右か選べて、左のこれを行くルートうまくいかないんだけど、これを行かないルートも今度は、行けるんかこれ。そこ行って、あそこにたどり着けないから無理か。うん。下ルートはない。上ルートだと。上ルートだとしても、結局同じか。これを取りに行った後に下に戻らないといけないんだけど、そんなのできないからつってこれがなくて、下ルート、下を先に終わらしたとしてもさっきと同じルートに入るので、これもなさそうです。なんで、赤色を最初につけるのがない。そうなるとこっちで、この辺をつけてからどこに向かうかで、これをつけ終わってから赤に向かう分には問題なさそうな予感がしてきた。これをつけて赤をつけて、ここの子をつけに行ってからぐるっと回って、この1個をつけて、出れない。終わった。出れないの？壁を回って、では出れないんだとしたら、壁を回っては出れないんだとしたらダメだな。これ赤に来るのがおかしくて、赤以外の色に行くべきだと。こっから壁、いや壁からだと埋まるからどうせダメでしょ。下通れなくなるんだから。これ通れなくな、ん？通れないのかこれ。これ通れるな。通れるってことは一周巻いてくることができるから、うまく紐をつければいいけど、次につける紐のせいで、これに紐つけに行くことができなくなるから、これはない。この柱はない。同じくか。どっちにせよそこの柱に行ってしまうとこれが埋もれてしまうから、これを早く終わらしたいんだよな。だからそれを終わらせるんだったらそれ以外の柱がなんとかなってないといけないから、赤いところに行きたいんですよね。赤いところに行きたいんだけど、赤いところに行くと次にここと何かやると何かできなくなるな。赤いところに行ってからだと、この柱が超邪魔になってこれ行けないので、じゃあこれ行くかっていうと、これを行くとこの壁が邪魔してこれが結局通れないんだから、ここのスタートも違うんじゃないの？ここスタートにして、それ行けないな。壁スタート、あれ？これ一歩目がわかんね。この辺からスタートして向こうに行くだと、最後のやつ貼れないでしょ？貼れないんですよ。で、この赤いのから行ったらなんか全部うまくいかなかったんでうまくいかないんですよ。で、ここから埋めに行くと、ここから埋めに行くと、やっぱここの次の手で、きついですよね。この辺の壁がなんかうまいこといきそうにないので、これもないんですよ。ないんですよ、このステージ、解き方が。ない。終わった。無理。無理だね。どうしよう。っていう時は、一歩目が間違ってる。一歩目がわかんないんだっちゅうの。一歩目がわからないと言っているのですね。これの問題だけなんですよね。これにうまくくくりつけるようにクリアしたいんだけど、壁際に外側ぐるぐるぐると回しちゃうと帰り道が閉ざされるよねっていうのが問題点。あれ本当に帰り道閉ざされた？こうやって上を回ってもここ通れるんだよね。それの何が問題なんだっけ？もう忘れてるわ。
もう忘れた？ああ、ここを。ここが上と重なってるとまずいんで、これなら何してんの？これやったよな。でもこう来てからこう、あ、こっちが防がれるんだ。そうだ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 、こっちが防がれるんだ。だからこの2つ連続で取るのがもうおかしいんじゃないのかな。この2つは近そうで、そんなわけないよ。近そうに見えてバラバラの位置から取り合うのが正解みたいなこと？でもパッと次のターンで結べる場所ないんだもん。ないんだもんな。あればええねんけど、見当たらないのが問題で。いや、この状態からこっちに来たとしてもよ。あ、いけるのかこれ。いや、違う。そこをそうされると、この子から、いつものや、この、やめよ。壁から来てだと、あれをひ、壁から行くやつってやってダメだった記憶があるけど、やってダメじゃないことあるんですね。20分。次のステージやばそうな、まず 1,2,3,4,5,6 色あって、柱が1本あります。やばそうなのはこれなんですけど、上から引っ掛けるにせよ、これとこれを両方とも光らすっていうことはできないので、これは連続でくっつけるわけではない。いや、なんか遠回りをして結果的にくっつけに行くみたいな感じ。多分これが最後かな。ずーっと外側を回ってきて、ここベチョってくっつけてゴールみたいな感じだから、左下は無視して良い。まず。で、それ以外をなんか内側でぐるぐる回してやれればいいんじゃないかな。やってみよっか。無視って言ったのにやってきちゃった。おそらく不正解。こんなもんどうやって上からぐるっと引っ掛けて回すのか。通れなくなったね。うん、まあここはないだろう。なんか
そんな近いところに正解を置くわけがない。次の手、例えばこの辺はこう、は、色が違った。こうなってこうなったらこうなって、どれ、これか。でこれいったらこれ取れないね。これはこれは下から来て下から引っ張るみたいな形？左から右に向かってループ作ってたらこれ引っかかんないんだよな。うん、多分この柱が一番めんどくさい柱だ。でもスタートのラインが下から伸びてるからこの2つを下側で連結させることはできないんですけど、できないんですけど、大きく外を回って大きく外を回ってこっちからこう、違う、逆逆逆、何かひらめいたと思ったんだけど、なんだ、外側から回って下から上に伸びてくるようなルートができると良い。下から上に伸びるようなルートができると良い。つまりその道中を潰してはならない。つまり、下から上だからこれを食べてこの辺をこう来てこう来るみたいなことをしたあげく、さらにゴールに向かうことができるような配置だと、その両端に、例えばこの2つをその両端用に残しておいて、それ以外のところを潰した後に、なんだ、色が違う、こう来てこれを下、下じゃないもんな、これ下じゃないんだよな。この横につないでるようじゃダメなのよ。でも横につなぐステージなんですよね、これ。はえもっとでっかい規模で考えないといけないんじゃないの？もう全然最初無視で。こうすると通れる？通れはする、通れはするので、ここからこんな感じで持ってきて、こんな感じで持ってきて、最後にここを、はでも方針合ってそうですよ。唯一ダメだったのはここが通れないから。これを最初につける方法はない、ないんだわ、ないんだわ。なんか上に向かいたいけど途中ちょっとだけ寄り道しないとそれはできそうにないのかな、ないのかな。これ、こんな道通らないよ。うん、
感じなんだよな、多分今の感じでこことそこをつないであげればいい。だけど下から伸びる線はそれ以外に邪魔しないようにしてあげたい。これより内側でここに対して引っかかるようなものはこれしかない。ここの2つをとっとと作れるように下ごしらえをしてあげるのがいいのか。いいのかとか言っていい、うん。それ以外の解き方がある？だってこれ。左しか受け付けないよ。つまりコードが右側からピンと引っ張ってきてループ作る状態でしょ。だけど対応するこれは左にあるんだから右側からさ、で上もないんだから下から右に引っ張ってくるしかなく、下から右に引っ張ってくるしかなく、そっから先がちょっとイメージができないんです。イメージができないんです。線が書いてないとイメージができない。あれ？通れる？ん？通れる？なんで？さっきダメだったのに。あれ？これが通れるならできるじゃん。ん？ん？わかんない。さっきやったよね。一番最初に柱行くやつ。あれ？あれ？今度こっちが通れない。なんか通り方が違うな。通り方が違う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 。そうだっけ。これ行って、対応するこれ行って、こう回るのか。で、こっち来て、これを引っ張って、こっち来て、残りを埋めて最後はそこを通ればよかったよね。通れるな。あれ、さっき通れなかったのなんで。なんかよくわからない。後で見直してみるけど、同じ解き方で解けたり解けなかったりするとちょっと辛いかな。でも過程があっててよかったです。ということで、今回はここまで。